日本を良くするぞこんにちは、大木町議員の小田橋です。今日はですね、大川の焼き鳥店、庄屋さんに来てます。正直私生まれた時からですね、ずっとここを親に連れてこられてましてですね、もう私もかなり数通ってますけども、本当に美味しいです。漬け出しの無料のキャベツです。メニューの方は一時停止して参考にしてみてください。注文したものですね、焼いてもらってます。美味しそう。これカルビです。いい匂いです。この匂いを嗅ぎながらキャベツ食べるのがまた最高。基本焼き鳥一本一本のサイズもですね、ネタのサイズがちょっと大きいと思うんですね。特にこの豚バラ大きくて美味しいですよね。今回初めてちょっと庄屋雑炊っていうのを頼んでみましょう。でも美味しいんですけど、私はちょっと個人的にはお醤油とお塩をちょこっと乗せますね。ババ流でした。美味しい。これお腹いっぱいになりました。もう庄屋はもう外すことないですね。だいたいですね、焼き鳥と、カルビとこれだいたいあと焼きおにぎりか、この3つがもう定番でいつも食べてるんですけど、今日は雑炊頼んでみたんですけど、雑炊も美味しかったですね。もうなんかもう美味しいというか、もうなんか月にやっぱ 2,3 回ぐらいはどうしても来てしまう、まあもうなんか家庭の味って何ていうんですかね、もうそれ食べないとちょっと、ダメだっていうぐらいハマってしまってます。もうずっと子供の時から食べてますからね。はい、以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。どっかですね、行ってほしい場所、来てほしい場所、レストランおすすめの場所あればですね、ぜひ下の方にコメント欄のとこにメッセージ残していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。I'm gonna go to the hospital.